はい、こんにちは。日本改革党くつざわです。7月1日土曜日、制作報告会来てね、池袋で夕方開催いたします。詳しくは動画説明欄のもっと見るっていうところを見てもらって、もしくは私のツイッターの固定プロフィールご覧になってもらって場所確認してください。6月26日、昨日ですね、どの調査でも岸田内閣支持率が大幅下落、茂木幹事長、マイナカードの不具合のせいかな。どう考えても物価高と社会保険料値上げと退職金増税と LGBT 法のせいでしょ。バカですか。と私がツイートしたところ、いいね6157、リツイート2018、今はもうちょっと増えてると思います。全然わかってねえんだなーっていうのを、それともLGBT 法が間違ってるって、認めたくねえのかな、謝ったら死ぬって病気なのかなって思っていたら、またやらかしてしまいました。岸田内閣、韓国を貿易利地域から優遇英国括弧ホワイト国に戻す閣議決定。もう完全に完璧に絶対に全く全然時勢っていうか世論、自民党の支持層の気持ち全然わかってないんだな。大した聞く力ですこと。なんかもっともっと支持率下げたいようにしか見えないんですけれども、なんだかがっかりしております私も。一般反応です。ほんとどうしようもねえな岸田。3年分の未提出書類を出してきたとでも言うのかよ。行方不明分は結局どうなったんだ。復活水素ね、行方不明分ね、レーダーの件みたいに過去の復活水素の行方をうやむやにしたまま戻すのか。これでレーダー照射の事件もうやむや決定した。国民が嫌がることだけ全力を出す岸田。国民以外の声を聞く力すげえ。何をもらったらここまで譲歩できるのか。また支持率落ちるね。岸田のドアホが残す負の遺産が増えていく。グッバイ岸田がトレンド入り。アメリカに怒られる未来が見えると。経産省、日韓両国政府は輸出管理に関する日韓間の懸案事項に、懸案事項について、双方が2019年以前の状態に戻すべく関連の2国間の協議を速やかに行っていくこととしました。このため日韓間の輸出管理政策対話を近く開催することとしました。なお韓国政府は関連協議が行われる間 WTO 紛争手続きを中断することとしました。なんか元に戻す協議はこれかららしいです。協議の見返りとしてホワイト外しは不当だって、難癖つけて WTO 世界貿易機構に訴えてたのそれ取り下げるみたいですね。提訴自体も難癖嫌がらせなんですけれどもね、論より大声嫌がらせ最後は暴力。韓国政府もそのまんま、韓国は竹島不法占拠、武力占拠って言ってもいいな、を継続中の正真正銘の敵国なのにな。現状でもですね、国交断絶っていうのが正常な状態でしょう。占領されてんだからさ。で、貿易がある韓国人が日本に旅行に来れるっていう今の状態がおかしいのに、これ以上ですね日韓の距離が縮むことに私は賛成しかねる。私が反対してもしゃあないんですけども、今の状況はおかしい。なんでノービザで日本に旅行に来れるのか、敵国人が。シリアの人間は、イランに気軽に旅行に行けんのか、やり合ってるからね。日本が悪いっていう嘘の理念の上に建国しちゃってる大韓民国が存在するうちは、生まれながらの敵国ですかね。これは大韓民国っていう体制、システムが存続するうちは反日国家です。なぜならですね、初代李承晩がですね、全くの嘘なんだけど、戦争が終わっても半島に居座る悪辣な悪逆非道な日本兵を
我々が戦って追い出した、だからここは我々が統治するっつって、今の韓国を建国しちゃったからだから日本が悪くないっていうのは都合が悪い、非常に、今の統治の正当性、つまり権威にがガタガタに揺らぐっつうね、ですんでね、その私の希望としては、韓国で軍事クーデターかなんかを送ってですね、悪辣な政権を倒した我らがここを統治するっつって、日本との関係はチャラになってくるととってもいいんですけれども、安倍政権が断行したですね遊具外しを元に戻すなら戻すでですね、経緯を明らかにしてもらいたい、最近はきちんと書類出してんですよ、その書類も信憑性が高くて信じられるものなんですよとか、そういうことを明らかにした上で元に戻すってならまだしもね、一切何にも公表ないもんね、これじゃなんとなく元に戻した、あるいはですね何もらったんだおめえは、何を賄賂でもらったんだ、女なのか金なのかって疑われても仕方ないですよね。当時のですね輸出の条件にですね過去3年分の移動先データ提出がありました。輸入したら輸入したで、そっから先の行き先教えろ、どこで何ぼ使いましたとか、そういうのも教えろっていうのがありました。その時にですね、私はじゃあ3年間取引なければ実績ゼロで書類提出できんのかなって思った覚えがあります。まあ3年はとっくに経ってますもんね。安倍総理が決断したことをですね、俺は安倍より上であるとか、安倍何するものぞっていう歪んだ意地張って次から次へとなかったことにしてるなら許しがたいよね、岸田。安倍総理がストップしてた LGBT 法だって通しちゃったしね。ハニトラ林を使ってる岸田がハニトラにかかってないとは考えにくいんですよ。ルイ友だし、ハニトラかかっててちょっとダメなんじゃねえの、林は外務大臣から覗くかって考えるのはハニトラにかかってない人の普通の考えでしょ。したらね、ハニトラ林を使い続けるってことは自分もハニトラにかかってんじゃねえかって疑われてもしょうがないですよね。長男翔太郎もですね、なんか女子大生くどいて朝の3時に街に消えてったみたいな週刊誌の報道にあるぐらいですし、お盛ん、親父もお盛んなんじゃないか、ハニトラかかってんじゃないかと勘ぐらざるを得ないですね。町内会や学校での募金強制や学童を使った募金活動、金支援先選定が不明瞭でいろいろと問題が噴出し、多くの方に一生募金しねと決心させた赤い羽募金ですが、6月21日からですね新会長に交代するみたいであります。新会長はなんと福祉の女王村木敦子、うわー、WBPC の黒幕ですよ、若草ボンドパップスコラボの黒幕ですよ、一般判断です、ラスボス来たー、レギュラーメンバーで固めてきた、羽はやばいよね、ベルマークも、もうドス黒くなっとるやんけ、会長は無報酬とあるがそれ以外にいろいろありそう、赤い界隈、いつも登場人物が狭い範囲で同じ人ばっかりで呆れる、もう絶対に募金しない、身内で回す利権回し、気をつけよう、甘い言葉と赤い羽、シールズ奥田明の父ちゃんも理事になったそうで、6月21日から理事になったそうで、赤い羽幹部はですね何かメンバー勢ぞろいって感じですか、こんなあからさまのことやって大丈夫って我々舐めてるんですかね、一部のネットウヨが騒いでるだけとか報道されなければどうということはないぐらいに軽く見て舐め腐ってるんですかね、皆さん頑張ってる主人にですね、赤い羽は詐欺、仲間内で金回して美味しくいただいてる、宣伝拡散よろしくお願いします。あなた自身が町会長や自治会長に出世して、あるいは校長とか教頭に出世してね、うちは募金やめます、赤い羽怪しいから、あとうちの生徒使うのやめてくださいっていうのがベストなんですけれども、まあそういう立場の人にですね、赤い羽怪しいんだよ、仲間内で美味しくいただいてる疑惑があるんだよ、強制っていうのもおかしいでしょっていう教えるのも一つの手であります。コラボ問題もそうだけどテレビほど全然しないですよね、それが答えであります、怪しくないわけがない、テレビでやらない、
赤旗で独裁23年目の志位和夫が泣き言ほざいておりました。最も分厚い統制を持つ世代が70代となっています。少なくない支部がこのままでは存続できなくなります。赤旗の配達集金が、できなくなります。候補者を立てられないなど深刻な悩み直面しています。若い人勧誘できなかったんだからしゃあないんじゃないの、自業自得なんじゃないの。一般判です。いずれ墓石だらけ。これはきついなぁ。ブラックですなぁ。本当は70代後半では、要するに、情弱ビジネスなんだよな。共産党そのものが老衰のピンチ。まずは党首から若返ってみては、志位和夫66か67になってますよね。フレッシュなヤングとは、ちょっと到底苦たいですよね。崖に向かって前進します。若者にも人気って必死で叫んだのは何だったの？シールズ、選挙ガールズ、ことごとく失敗。シールズ、どこ行ってしもたん？俺が生きてるうちに消滅が見れそうだ。死滅が近い。もう白旗あげろよ。じいさんだって手が震えて火炎瓶を作れませんな。共産党員なんかまともじゃねえし。赤旗配れない。いいことやんけ。支部が消滅。ええことやんけ。選挙に出れない。いいことやんけ。心を痛めない日はありませんなんて。志位和夫、ちゃっかり言っちゃってんすけど、おめえのせいだろって。何を人事みたいに。お前が23年間、めちゃくちゃなことやってたから、こうなってんでしょ。パヨの特徴を表した短文のご紹介なんですけども、これはちょっと笑っちゃったんですけどね。フェミも共産党界隈も、人を殴っておいて、殴り返されると。なんで？みたいな顔すんのは、なんでなの？なんでなの？それはバカで幼稚で自分がしてることすら理解してないからですね。話も通じねえんだから、まあ関わるだけ、時間の無駄であります。新団塊世代、団塊世代中の団塊世代って呼ばれるのは、現在73歳から77歳に到達しております。最も分厚い層って、他はそこそこ熱いみたいな、空気醸し出してますけれども、それ嘘ですよね。他の世代もいるなら赤旗配れなくならないっしょ。私、見に行ったことないけど、シールズでもって前だけ若くて9割高齢者なんでしょ。某官僚、家前5人だけです。若いの5人だけ、前1列だけ、あとは2列目から高齢者。若者1割もいなかった、みたいなんですよね、シールズのデモって。せっかくですね、政治に関心がある若者が自発的に集まって設定だったのに、バレバレで誰も騙せませんでしたとさ、めでたしめでたし。ちなみにシールズ代表の国会にも呼ばれた奥田明の父ちゃんがですね、赤い羽、募金の理事に就任。共産党は放置で弱っていきそうなんですけれども、なくなりそうですけれども、ここら辺の公金中中をどう滅ぼしましょうかねって話。やっぱ連中がですね、連中の手口を宣伝拡散することが一歩でしょうかね。とある事情通から情報をいただきました。SDGs や LGBT など、新しい概念を利用してそれを拡大させていく定番の手法について、新法に基づき新概念の普及のため国が予算をつける、LGBT 理解増進という新しい概念ができちゃいましたよね。事業費用を国が持つので自治体の負担がない、もしくは極端に少ないならばと、新しい天下り先としてなんとか協会とかなんとか協議会を作りたい&やってる感出したい&いい人ぶりたい自治体職員幹部がバカで間抜けで、それなのにいい人ぶりたいっていう情弱知事や情弱市長を言いくるめて新事業に手を挙げる、これは国がどっかやりませんか提示するような新事業ですね。どっかの自治体が新事業を行うと、その取り組みが先進事例として自治体向けの広報に掲載される。注目が集まれば他の自治体の職員やいい人ぶりたいバカ議員が視察に訪れる。見学者向けにシンポジウムや講演会が開催される。予算をつけた中央省庁の官僚や、この場合厚労省ですかね、まあ、支援だったら、これ、LGBT は何省なんだろうな。一体、どこが関わってんだろうな。や、先行自治体職員、関わった NPO や社団法人が、
パネリストとして参加し、もっともらしい綺麗事を説明する。ちなみに株式会社ホープという怪しげな自治体向けに特化した専門会社も存在し、新しい怪しい概念の自治体への拡散浸透に努めている、株式会社ホープの事業内容は自治体に特化したサービスを展開としか書かれておらず、これも公金中中の一種かと思われると、株式会社ホープの、URL も貼ってくれたんですけど、なるほどなるほどなるほどな、ホープのサイトを見てきましたけれども、社長は42歳の男性で、なんか子供みたいな顔した男の子で、何かの区別の可能性ありありですね。つまり SDGs に続き、今度は LGBT 事業についても悪意を持った自治体職員が知事や市長をダマグラがして手を挙げて、中中にたかる厚労省の官僚や NPO や社団法人が出向いて手取り足取り指導してですね、ついでに現地で恣意的に事業を請け負うってことなんでしょうかね。コラボなんかもこの手で恣意的に選任されたんでしょうか。どういう事業か、わけもわからぬまま、わけもわからない職員ですね、一から説明する段階からかかってたら、事業そのものも受けやすいもんね。どういう事業か全然全く知らない自治体の職員、教える立場だったら、どう吹き込んでもそうですかって素直に洗脳できるし、うち以外にノウハウとスキルを持った団体はありませんって言ったら、そうなのかな、思っちゃうし、好き放題言えるし、で自治体はですね、別に俺の金じゃねえし、自分でやるの面倒だしって、税金と事業をそいつらに渡して終了と、これぞまさに悪意と悪意の相乗効果だなぁ、いい人ぶりたいやってる感出して議員、天下り先作りたいやってる感出したい職員、あと天下り先欲しい官僚、あと金が欲しい NPO や社団法人、これ悪意の相乗効果、こういうの積み重なって無意味で何の役に立ってかわかんねえ変な事業増えて、実質税負担率 47.5% の五公五民重税国家になっちゃったんじゃないの、この20〜30年で。30年前は実質税負担率 35% でしたから、我々が滅ぼしましょう、そうしましょう、共産党は滅びてくれるみたいなんで、この自治体への浸透手口をですね、宣伝拡散するだけでも随分違うと思いますよ。知事や市長はですね、この手口知ってれば職員の還元に騙されないわけですしね。しかし昨日も言いましたけれども、テレビしか見てない人、新聞しか読んでない人と我々の情報格差がえらいことになってますね。我々が知りすぎなのか、あちら側が知らなすぎなのか、だって私の動画見てない、市長や知事や高齢者、テレビしか見てない人なんて、こういう悪意のね、手口知りようがねえもんね。これ見ててくださる方は今日知ったでしょうけれども、全くこっちが知りすぎなんだが、向こうが知らなすぎなんだが、さっぱりわかんねえの、混乱してきたな、という感じであります。ということで7月1日、質疑応答をメインにした政策報告会、池袋で開催しますんで、皆様どうぞよろしくご参集ください。なんかサボテンに水やんの半年に一遍ぐらいでいい、それ以上やと枯れるって聞いたんですけれども、一体いつがやり時なんだかさっぱりわかんないですね。普通の観葉植物だとちょっとしなってなってきて、あ、そろそろ水やんねえとの、わかんですけど、なんだかさっぱりわかんねえね、これだとね。ちょっと悩んでおります。デトックスジャパン。